表情が、はい、せーの、新年明けましておめでとうございます。はい、皆さんこんにちは、ヒルです。モエミンです。マリーです。はい、誰？ズムタン。ズムタンですか。せーの、あてた、あてたー。ズムタンです。ではい、うーたんです。ねーねやー。はい、2023年1本目の動画です。2022年は本当にお世話になりました。うーたんが生まれて0歳の間の1年だったんですけど、本当に多くの方にうーたんの成長とつむたんの成長を見守っていただいて、いつも動画を見てくださったり、インスタを見てくださったり、コメントもたくさんいただいたり、すごく励みになりました。2023年もアピモエファミリーをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あと今回はそれに加えてご報告もございます。はい、せーの、この度3人目を授かりました。パチ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 。つむたんとうーたんがさらにお兄ちゃんとお姉ちゃんになります。まあ、動画の方サンタさん、サンタさんサンタさんは来ない。サンタさん持ってきてくれるかな。今は安定期に入って妊娠5ヶ月目になります。今回はありがたいことにつわりがほぼなくって、食べづわりがちょっとあったかな程度だったので、結構いつも通りの日常を送ることができて、つむたんの時とうーたんの時とは全く違う妊娠初期を過ごしました。なので妊娠初期は本当にあっという間で、気づいたら安定期に入ったなっていう感覚です。なのでうーたんの時みたいな体重が思いっきり減っちゃうとか、もう寝たきりになるとか、そういうことはなかったので、すごい良かったかなって思います。で、ちょうどパパの育休期間中にそのつわりが来るであろうっていう妊娠初期を終えられたのがすごい良かったなって思います。もしね、つわりがまたうーたんの時ぐらい辛かったらどうするっていう話もすごいしてたので、うーたん、はい、で、出産予定日が今年の6月11日です。はい、つむたんもうーたんも冬生まれだったので、初めての春生まれっていうことで、夏初夏生まれっていうことで、ボール行こうね、もうちょっと待ってね。すごくどんな感じになるのかなっていうので、ちょっと楽しみです。で、つむたんとは3歳5ヶ月差で、うーたんとは1歳6ヶ月差になるんですけれども、つむたんとは4学年差、うーたんとは2学年差になる予定です。全員2学年ずつ空いてるっていう感じになります。一つお願いなんですけれども、まあ、うーたんの時にも結構あったんですけど、早くないですかとか、つむたんまだ赤ちゃんなのにかわいそうですとか、そういうようなコメントもよくいただいていて、まあ、そういういろんな意見があるのはもちろんだし、いろんな方にいろんな考えがあるのはあるのは当然だと思うんですけれども、まあ、今回も、まあ、うーたんの時もちゃんと家族で夫婦でしっかりと話し合って、何歳差がいいねとか2学年差がいいねとか話して、計画的に妊活を開始して授かれて、すごく私たちは嬉しい気持ちだし、結果ね、うーたんとこの何2学年差年子って感じだけど、すごくつむたんもうーたんと仲良くしてるし、本当にこの年の差で私はすごい良かったなって思っているので、私たちはいろいろ話し合った上でこの家族計画になったので、そういうようなコ
お控えいただけたら嬉しいです。で、まあ多分うーたんの時にもうなんで2学年差にしたんですかとか、そこにこだわった理由なんですかとかいう質問もいただいたんですけれども、まあ今回もうーたんの時と同じ理由なので、過去に妊娠出産についての質問コーナーっていうところでお話もしているので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧いただけたらなと思います。はい、今回の座りはすごい軽かったんですけれども、また別で今回のつわりと1人目2人目のつわりとの差とか違いっていうのにもお話ししたいなって思うので、またそちらの動画も撮ろうと思います。まあ、安定期に入ったからといってこれから先に何が起こるかわからないんですけれども、ひとまず安定期に入れたよっていうことで、まあ、妊娠中の経過もこれからたくさん動画に撮っていきたいなと思うのでご報告させていただきました。ということで、これからのアピモエファミリーもよろしくお願いします。バイバイ。ということで、また見てください。バイバイ。バイバイ。またバイバイは。またバイバイ。バイバイ。バイバイ。早っ。あ、ノ。あ、ここ、レイプ。バイバイ。バイバイ。